けで、来週の授業参観のお知らせ忘れず渡してください。以上、クラス委員からでした。はい、ありがとう。授業参観ってみんなの親見れるの面白いよな。あ、うち朝ちゃんのママ気になる。え、そう？だって朝ちゃんみたいな優等生は親もしっかりしてるのかなって。この親にしてこの子あり的な。やだやだ。俺も気になる。新妻くん、なぜか見たことないよな。確かに、どんな人なんだろう。みんな違うの。だってうちのママ。ああ、朝ちゃん、おかえり。変だし、なんでそんな泥だらけ。お花植えてたらこけちゃって。てかやめてよ、デカリボン。綿抜きの奥さん元気ね。疲れたでしょ。お菓子あるよ。いらない。乙女チックで頭はお花畑、おまけにひどく抜けてて、そんなママが嫌い。また恥かいた。だから私は努力してきた。ああなりたくないから。昔はそこまで気にしてなかったけど、でもこの私の母があれは恥。今まではスルーしてなんとかバレずに済んでたけど、何より憧れの新妻くんに知られたくない。カエルの子はカエルだよな。パパは仕事だから、来るとしたらママ一択だし。うん、授業参観は来させない。あ、お砂糖ない。あっさちゃん、お買い物行こ。やだ、この人と出かけるとろくなことないの。迷子になるわ、財布なくそう、突然踊り出すわ。でも一人じゃ寂しいよ。だけどパパの出張お疲れ様ケーキ作りたいし、買い行かなきゃ。お願いお願いお願い。わかったから。でもすぐ帰るよ。わーい。ほんとこういうところイラつく。人参さんもなかったね。じゃがいもさんも買っちゃおっかな。今日の夜はカレーができる。朝ちゃん大好きカレーさん。ちょっと、あの人、カレーの…こういうとこ。お砂糖の他にもたくさん買っちゃった、お買い物、朝ちゃん一緒だと楽しいな。そんなんどうでもいいけど、人前で変な歌歌わないで、バカみたい。ごめんね。お砂糖、置いてきちゃった。袋詰めた時に置いてきちゃったのね、きっと。私取ってくる。え、一人は危な。走ってくから。ほんと勘弁してよ。ああ、やっぱりママも行く。あら、いや、待って。拾いますよ。いいえ。こうやっていつもいつも私が恥かく。